はい、そうですね、まあ、すごくタフなゲームになってしまったっていうところと、まあ、やっぱり自分たちが、まあ、その細かいところの遂行っていう部分で、相手にアジャストしきれなかったかなっていう部分はあったと思うので、まずは、今日の改善点をしっかり明日につなげて、明日どんな内容でもいいと思うので、まずは本当勝ちにつなげられるように、しっかり準備して臨めればなと思ってます。はい、すごく、タフなスケジュールが、3月ずっと続いていくんですけれども、チーム全員で、カバーし合ってみんなで助け合って、チーム一丸となってしっかり、チームとして積み上げていけるような試合にしたいと思います。